粒子系が異なる金ナノコロイド溶液の色。金コロイドは、1マイクロメートル以下の金微粒子が、流体中に分散しているコロイド。色は、液の状態によっても変わるが、10ナノメートル程度の微粒子の場合は、おおむね赤であり、粒子系が小さくなると、薄黄色、大きくなると紫から、薄青、100ナノメートルを超えると濁った黄色となる。金コロイドは、工学的、電気的に特徴があり、 電子顕微鏡、電子工学、ナノテクノロジー、材料科学などに利用されている。金微粒子表面からの距離と表面電位の関係。金微粒子表面には強固なシテルン層が形成されているので液中で凝集せずに安定して存在できる。金コロイドの性質は含まれる金微粒子の大きさや金微粒子の形などで決まる。金コロイドが色を呈するのは 表面プラズモン共鳴によるものである。単分散の金微粒子は単一波長の吸収を持ち、棒状の微粒子は棒の長さと幅それぞれで特定の波長の光を吸収する。金微粒子の形状は粒子の解合状態にも影響する。金微粒子が液中で凝集せずに安定して分散しているのは安定剤として加えたクエン酸などが微粒子表面に強固に吸着して、 電気二重層を作り、イオン反発が起こっているためである。ただしあくまでも、静電的に吸着しているだけなので、溶液の状態によっては、電気二重層が破壊されて金微粒子が、凝集沈殿する場合もある。そのため、金微粒子の表面に分子を、化学結合させて、安定化を図る場合もある。金は、ステンドグラスを赤く着色する目的で古くから、使われてきた。 この赤は金微粒子の生成によるものだが、当時はそこまでは分かっておらず、発色原理は1850年代にマイケル・ファラデーが解明するまで全く分かっていなかった。古代ローマでは、金の添加量を変えることにより、ガラスに黄色、赤、藤などの色をつけていた。16世紀になると、錬金術師のパラケルススが、オーアム・ポタービレイと称する薬を作ったと発表している。 17世紀になると、ヨハン・クン・ケルが、金コロイドを使った赤の発色方法の改良に、成功している。また、同じ17世紀、アンドレア・アカシウスが水酸化鈴と金を使って、紫を作ることに成功し、カシウスの紫と呼ばれた。ただし、当時は、この紫の発色が、金コロイドの発生で起こっていることまではわからなかった。この後長い間、科学者たちは、 西方からカシウスの紫が金と鈴の化合物だと考えていた。1842年、イギリスのジョン・ハーシェルは、金コロイドを使って、クリソタイプと呼ばれる観光写真を発明している。マイケル・ファラデイは、パラケルススが発表した陰陽菌を再現しようと試み、1857年になり、塩化菌酸を二流化炭素で還元することで、赤い溶液を得ることに成功した。 また、カシウスの紫の発色が、金の微粒子によるものであることを世界で初めて説明した。1898年、ハンガリーの科学者、リハルト・ジグモンディは、金の希薄コロイドを作ることに、初めて成功した。一方、超遠心分離器を考案した、スウェーデンの科学者、テオドール・スウェドベリア、微粒子の産卵を研究して、ミイ産卵としてその名を残した、ドイツの科学者、 グスタフミーも、金コロイドの研究を行っている。水溶性金コロイド。色は、粒子系統に依存するが、おおむね赤色である。テトラクロロキン酸を液中で還元する方法が、一般的である。粒系が揃ったコロイドを得るには、H、オークリオンを激しく攪拌しながら、還元剤を添加すると良い。これにより、AU3 イオンが、金原子に還元される。 金原子がいくつか結合し、過飽和状態になった後、1ナノメートル以下の金微粒子が生成する。生成した金微粒子に未結合の金原子が次々と結合して、粒子が大きく成長する。各半が十分であれば、微粒子の大きさはかなり均一となる。微粒子同士が凝集しないようにするため、多くの場合、何らかの添加剤を加える。有機排位子を使って、 金微粒子に有機物、無機物を結合させることもある。レーザーアブレーションを使って金から直接金コロイドを作ることもある。ジョントルケビッチらが1951年に開発し、ジー・フレンズが1970年代に改良した方法が最も簡便で効率的である。その方法は水にテトラクロロキン酸とクエン酸ナトリウム等を少量溶かし、 加熱するというものである。クエン酸イオンが還元剤及び安定剤として働き、コロイド状の金が生じる。この方法は水中に分散した流径10から20ナノメートルで単分散の球状菌ナノコロイドを作るのに適している。20ナノメートルより大きくすることもできるが、流径のばらつきが大きくなり、形もきれいな球形になりにくくなる。球状菌コロイドが成長する際、 まず金のナノワイヤが棒状に生成し、それが球状に変化することが報告されている。この方法で大きな粒子を作るにはクエン酸ナトリウムを減らす。クエン酸ナトリウムは金コロイドの表面の安定に必要なため、添加量が減れば表面積を減らすために小粒子同士が結合し、結果として巨大粒子ができることになる。この方法は、 ブラストとシフリンによって1990年代に発見されたもので水と混合しない有機液体中に金コロイドを合成することができる。この方法で作られる金コロイドの大きさは5から6ナノメートル程度である。この方法ではテトラクロロキン酸のトル塩溶液とテトラオクチルアンモニウムブロミドのトル塩溶液と水素化放ソナトリウムを用いる。 この方法ではナバヨンが還元剤、トビーが合間移動触媒検安定剤として働く。ナバヨンはかなり強力な還元剤である。この反応で重要なのは、トビーが過剰に働いて金微粒子同士が結合することがないようにすることである。そのため、溶液の混合は非常にゆっくりと、例えば2週間かけて行う。この問題を解決するために、 チオールを添加して金微粒子の表面に結合させ、粒子表面を安定化させることもある。アルカンチオールで保護した金微粒子は沈殿させ、さらにそれを再分散させることもできる。この方法では多くの添加剤を使うため合成後の除去が不十分だと、金コロイドの物性に影響を与える場合がある。添加剤の除去のため、金コロイドを ソックス霊中抽出機などで洗浄する場合もある。超音波を使う方法もある。例えばホークル4とクルコースが入った水溶液に超音波を当てるとクルコースが分解してラジカルとなり還元剤として採用する。この方法でできたキンコロイドは幅30から50ナノメートル、長さ数ミクロンのリボン状になるのが特徴である。このリボンは非常に柔軟で、 90度以上の角度にも曲がる。グルコースをシクロデキストリニア、グルコースオリゴマーに変えると得られるキンコロイドは休憩となる。ブロック強重合体を使う方法もある。ブロック強重合体は還元剤と安定剤の二つの役割を持つ。この方法を使うとキンコロイドの生成速度が速い。この方法は堺と白オーラにより発見された。 この方法での金微粒子の生成は3つの段階からなる。1つ目は、ブロック強重合体が金円を還元することによる金クラスターの生成。2つ目は、ブロック強重合体への金クラスターの付着と、クラスター同士の隙間で金円が還元することによる金微粒子の成長。3つ目は、ブロック強重合体による金微粒子の安定である。なお、この方法を使う場合、 金塩の濃度を高めたとしても、生成する金微粒子の量には限界がある。これに関し、レイラは金塩と同じモル量の還元剤を添加することで改善すると報告している。金コロイドで標識されたミトコンドリア DNA。A、ミトコンドリア断面。B、抽出された細胞質のホールマウント像。スケールバーはいずれも200ナノメートル。金コロイドや その応用製品は昔から生物資料における電子顕微鏡観察用の標識としてよく使われている。キンコロイドは生物学的プローブや受容体と結合させて、これらプローブが結合する対象の極材を電子顕微鏡で観察するのに使われることもある。キンコロイドの大きさをプローブごとに変えることで複数の対象を同時に観察することもできる。その場合、 先に、流形の大きな金コロイドを使用すると、後に用いる小さな金コロイドがこれに凝集して、アーティファクトを生じる可能性がある。金療法病気の治療に、金イオンや金コロイドの投与が有効な場合があり、金療法と呼ばれる。例えば、金チオリンゴ酸ナトリウムが、関節リウマチ用の交リウマチ薬として有効と考えられている。一方で、 金を含んだ点滴を長期間投与された人に日光浴により皮膚に灰色や紫色のシミができやすいという副作用があるとも報告されている。この現象は銀皮症と類似しており金川症と呼ばれる。場合によっては早めの組織に沈着することもある。金川症はひどくなると急性腎不全や心臓病、白血球減少症。 貧血の原因となる場合もある。アルツハイマー型認知症の治療まだ試験管レベルの話であるが、金コロイドとマイクロ破傷者を組み合わせることにより、ベータアミロイドが破壊できると報告されている。ベータアミロイドはアルツハイマー型認知症の原因物質と言われており、この方法がアルツハイマー型認知症に使える可能性を示唆している。同じ原理を使い、 体内の特定の組織を破壊する研究も進められている。薬物輸送金コロイドを使って体内の特定の組織に特定量の薬物を運ぶことが検討されている。生体に素水性の分子を投与する場合、細毛内皮系に食されないために金微粒子に結合させてナノサイズにまで巨大化させることが効果的である。例えばアメリカライス大学では 抗がん剤パクリタキセルをキンコロイドに結合させて分子カプセル化し投与する方法について報告している。主要検出主要にキンコロイドを取り込ませ表面増強、ラマン産卵で検出することが検討されている。分子がキンコロイド表面に吸着すると表面増強、ラマン産卵の強度が数桁増加する。例えば、チオールが就職された。 ポリエチレングリコールをナノ粒子でカプセル化すると産卵強度が安定する。これにより生体への適合性と循環性も向上する。特定の主要細胞に取り込ませるためにはポリエチレングリコール化した金微粒子に主要細胞の上皮成長因子需要体に対応する抗体や抗体の一部を結合させる。これによりある特徴を持つ主要にのみ菌コロイドを付着させる。 ことができるこれを表面造形をラマン散乱分析することにより主要の位置を見つけることができる。ウィキメディアコモンズには金コロイドに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。